にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を入れながら大相撲の世界をお伝えするまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの岩武蔵です。はい、今日はですね、ちょっとまあ特別編といいますか質問ではなくね、お相撲のね、回しっていうのがどうやって巻かれてるかというのをね、実演したいと思います。実演ですか。久しぶりに実演したいです。どういうふうにこのキューピーさんでね、巻いてみたいと思います。キューピーさんで実演ということですね。ではね、回しっていうのが大体どんな形になっているのかっていうところからね、実際にね、おもろい回しのはなかなか用意できなかったんでね、こういうね、タオルを使ってやっていきたいと思います。そもそもじゃあ、回しを買った時っていうのはこんな感じなんですね。こう一枚ものの回しがこれがね、ぐるぐると、まあ、我々は相撲協会で買ってたんですけども、もうすごいロールが売って、そこから切り売りなんでね。切り売りですか。じゃあそのホームセンターでこうホースをするような、そういう感じで、それはそうですね。やっぱり人によってこう長さ違うんですよね。やっぱり痩せてる人と太ってる人では、大体僕だったらお腹周りが120ぐらいあって、4周巻いて、かつその前と後ろの結び目がいるんでね、だいたい6メートル、7メートルぐらい買ってたんじゃないかな。そうですか。でも痩せる方でしたらもう4メートルぐらいでもいいかな。そうですね。それでまあちょっと切り売り的な、まずね、じゃあこういうふうに、そうです、これはね、買ってきたものを買った時はこんな状態ですよね。分厚いんでね、分厚いんで今度丸々に巻いてないんですけど、こうやって折るような感じで、でこのまま巻くんではないですね。はい、四つ折りにするんです。はい、だから要するに、こうって、こう折るんですけど、1回目はね、ちょっとこう下目にずらすんです。下目をちょっとずらして、でどうしてもね、もう1回折った時にこれがずれるんですよ。そうですね。だからちょうどいいぐらいにするためにちょっとだけね、隙間を空けて折ります。じゃあこれをこの長さずっとこう折り合いは折っていくんですね。けどこう折ってもね、なかなか硬いものなんで、そうなんです。1回目は2つ折りにしたやつをのここの部分を、僕らはね、リールになんかでね、ゴシゴシの丼のとかでもしますけど、完全に折り目をつけるような感じで、ゲッ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 ゲビールで片付けるのも最初だけですからね。もう最初が肝心なんでね、ずれないようにとかね、気遣いながら折っていきます。これしっかりと今から折りたいと思います。はい。もうね、折りました。はい。こう四つ折りにしました。はい。四つ折りにこういう感じで巻いておくわけですね。そうですね。だからもともとはこういうね、こういう形を二つに折って、また二つに折ったんでね、四つ折りになりました。これをこうビール瓶かなんかで、そうです。ビール瓶で形をつけます。でもね、ちょっとね、紐でね、縛って、まあ、1日2日ぐらい置いて、清めます。はい。こういうふうに置いて、まあ、回しに置いてる倉庫とかに、ここ、塩を1個ないし3つとして、清めて、待ちます。そうですか。はい。この回しを、キューピーちゃんに、お願いします。だいたい4つ折りにして、この幅になったやつの、型にくる部分はね、もう1折りぐらい、半分ぐらいの折ります。はい。で、これ、また、ちょっとこうね、またいで、前の長さはね、大体みんなそれぞれ取るんですけども、まあ、またいで、こういうふうにね、します。でね、このキューピーちゃん、手動かないんでね、本当はここ自分でね、こうやって持つんですけども、で、この後ろから、こういう感じでね、返しになります。ここからが。巻く。ここから巻いていきます。こういう感じですね。こういう感じでいきます。これをね、生地がね、ちゃんとした、回しの生地じゃないんでね。でもね、これね、そういう面でもね、やっぱりこう、巻く方と巻かれる方、二人がね、しっかりとこう、やんないといけないっていうのはね、そこにあるんですね。巻く方ばっかりがこう、ぐるぐる動いてもダメだし、巻かれる方がもう、勝手に動いてもダメ、ちゃんとダメ、ちゃんと巻く方と巻かれる方がね、その通りに動かないと巻いていけないです。こうやって大体2周ぐらい同じ感じで巻きます。こうやってね、前はまだこういう状態です。で、3周目に来た時にこの前に取った部分を落としますね。で、この上を、ね、通していきます。
こういう感じでね、上の上を落とした部分の上を通していきます、ね、で、まああの体の大きさにもよるんですけども、まあこれで3周巻きました。次4周目に、ま、行くときにもうこの時点でこういう感じでね、前のこうところを、ま、あの回しに巻き込むような感じにするのに、ここで三角を作って後ろに回しますね。前のこの辺ね、お腹ぐらいでなるぐらいの回しの長さになります。これはちょっと取りすぎました。今回は回しておきます、後ろに。でこの上を通した時に これ上この上を次に回しが巻きます。でこういう感じになりますね。ここは少しこうやってね折り返したところが前に三角で出てきます。でこれでね巻き終わりました。でここ最後ね、後ろの部分はこれもね長いんですけどね、あのちょっとこれでやってみますね。まあこの子寝してやります、ちょっと入れづらいんで。で最初に折り返したね後ろの縦三つのところをの下から回しを通します。でこうやってね下から通したらこうやって一回出てきます、上にね。これちょっと長いですね。ここでこの下通した部分をキュッとこう上げなあかんので、これを上げます。回しを引っ張ってやってる方はこれを上げます。こっちの締めてもらってる方はここで腰を下げます、うんうん、そしてここにお尻の根もほんと食い込むぐらいにします。今度は巻いた方の最後のところのに通します。これはもう本当にこう締められる方と締める方のね、あのがいないとうまいことできない問題が生じてきます。でまたあのゆるゆるふんどしだったら怒られるんでね、しっかりと締めたような形にします。はい、ではねこれでねキューピーさんの回し完成です。はい、ちょっとね長かったいうことを聞いたんですけども、こんな感じでね、あの最後結びました。まあ、こういうふうにねしっかり結んでたら、まあ普通はこう落ちたりはしない。そうですね、しませんね。はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということでね、本日はちょっとね趣向を変えまして、回しの巻き方実演ということでキューピーさんを例にしてやらせて、またねいろいろなリクエストもいただければなと思います。まあ、チャンネルではこのように皆さんからのリクエストをお受けしておりますので、ぜひまたリクエストくださいね。本日もありがとうございました。ありがとうございました。